ボナペティ。何？一食だけ？あれではベリーヌとは呼べないのでは。いや、これは白と黒、陰陽の模様になっている。縦に分かれたベリーヌ、対戦相手とは趣を異にする美しさ。じゃあまず白い方から。わあ、これは茶碗蒸しに近いイタリア料理スフォルマートをベースにしたもので、いかにも薄切りにした玉ねぎを炒めて、生クリーム、パルメザンチーズを溶かし入れ、卵と溶かしバターを合わせて同様に蒸し上げたチーズ主体の白いスフォルマートです。一方、黒いスフォルマートはこの風味、すっぽん。ええ、チーズとすっぽんのベリーヌス。すっぽんじゃと。タンタオバカペアね、乳製品と淡水魚介、異なる方向に臭みを持つ素材を一緒くたにするなんて、ベリーヌは複数の層を同時に味わう瞬間がとっても重要なのに。それともな、混ぜずに食えなんて言うんじゃないでしょうね。それなら自分で試してみればいい、ドンカーマン。好きなだけ混ぜて味わってみら。うそよ、なんて上品な美味しさ。染み渡るようなすっぽんの出汁とチーズ、バターの旨味、風味がしっかりと溶け合い、舌を美味しく眠ってくる。どうしたことだ、なぜチーズとすっぽんがこれほど合う。断面に何か。それらはクルミ、ゴマ、ピーナッツなどのナッツ類、そして柿の種。あれは相馬くんが初めて匠くんと対決した時の。これらを軽く煎り、香りを高めてからスフォルマートに混ぜ込んだ。メッツァルーナで素材それぞれを 0.1 ミリ単位で最適なサイズにみじん切りしてからな。よっ、人力フードプロセッサー。そっか、煎った柿の種の適度な苦味と香ばしさが臭み消しの機能を果たして、2つの味をつなぐ橋渡しになっているのね。